皆さんお久しぶりです。今日は最近の僕のお気に入りのお洋服たちをご紹介していこうかなと思ってます。ちょっとグダグダになるかもしれないんですけど、ゆっくり見てってください。はい、それでは行きまーす。まずね、今日僕が着てるこの T シャツ、ジョニー・キャッシュっていう、シンガーソングライターと俳優やってる人の、ここにキャッシュって書いてあるんだけど、そう。なんかこの T シャツ2000年初期に作られたらしくて、めっちゃ横がスリムで、結構タイトに着れる。なんか自分の今と合ってる T シャツだなと思って。しかもなんかこういうちょっと面白系の T シャツ持ってなかったんで、写真の、そう。これめっちゃ今年着そうだなと思って。じゃあ次行きまーす。はい、次。次は DMY STUDIOS っていうブランドのサングラスですね。開けますね。箱も可愛くて、ケースも可愛い。なんかストラップついてて、カラビナとかにつけれる感じ。これは、最近原宿にあるアディションアデライデで取り扱いを始めたブランドなんですけど、DMY ってDMI という感じ書いてて。なんか、これ、僕のインスタでも投稿したんですけど、海外のセレブとか、ベラハディットとか、あとは有名なジャスティン・ビーバーとか、結構愛用してるサングラスなんですよね。こういう細いサングラス僕めっちゃ大好きなんで、レンズも結構黒じゃなくて薄いブラウンみたいな。これかっこいいよね。なんか T シャツ1枚にこうサングラス、デニムみたいな。T シャツ1枚とかで夏かけてたらめっちゃ様になるな。これめっちゃ愛用してます、最近。次行きまーす。次は、このCOSのバッグ。これね、なんか自分紫とかあんま選ばないんですけど、これお店行って、なんかでかいバッグ欲しいなってずっと思ってたんですよ。で、この紫しかなくて、わ、紫俺いけんのかなと思って、で、買ってみて、使ってみたら意外とめちゃくちゃ使ってる。今まで紫のアイテムなんて俺全然持ってなかったんですけど、そう、これ、なんか、何でも合うんですよね、意外と。まあ、今日みたいな黒い日でもいいし。そう、めっちゃ可愛い。めっちゃ愛用してます。最近ね、パソコン持って出かけることが多いので、これもまたいいんですよね。めちゃくちゃ入るし。めっちゃ可愛い。しかも、あとポッケめっちゃついてて。ここにもついてるし、中もなんか見えるかな？ 3 つぐらいこう収納分かれてて、めちゃくちゃいい。なんかね、今年というか、夏、シンプルなコーディネート、例えば今日みたいなちっちゃい T シャツにワイドのパンツとか合わせて、差し色で一個こう持ってくのも可愛いなと思って。めっちゃ使ってます。次行きます。韓国のAMOMENTOっていうブランドがあるんですけど、このタイトの、ボディースーツみたいなトップスを買いました。見える。
ちょっと本当だったらこれ1枚いきたいんですけど、今日今ちょっと T シャツ着てるんですけど。結構モードになる、なんか。すいません、ちょっと見づらいかな。サイズがね、確か、ワンサイズしかなかったのかな？しかも、ウィメンズとメン、なんかユニセックスらしくて、そう。めっちゃモード。なんか、ジェイレッドロンドンとかにもこういうトップスあって、なんか欲しい、こういうの欲しいなと思ってて、エッセンス見てて、エッセンスで買っちゃいました。超ボディラインが綺麗。そう、それと一緒に、あともう一つ、これこの間僕がインスタのリールで上げたものなんですけど、これもめちゃくちゃワイドなショーツ、一応ブラ、なんかチャコールみたいな色なんですけど、そう、これとトップスセットで買いました。これめちゃくちゃ履きそう。もうめちゃくちゃ履いてる、届いてからずっと。なんか今年はずっと、なんだろう、今年は膝下ぐらいの丈のショーツめっちゃ履きたいなっていう気分です。ちょっとここに動画貼っとくので見てください。次行きます。次はこのボスパリのサイドゴアブーツ。これやばい。つま先とんがって見えるかな、これ。ボスパリずっと欲しくて、そう、ついに。でも多分一番これ定番の形かなだと思うんですけど、ボスパリのサイドゴアブーツ。めっちゃ長い、横が、高さが。今年はなんか、その、前の動画でも言ってたけど、スカートとか、膝下のショーツとかめっちゃ履きたいなって気分なので、なんかそれと合わせたらめっちゃかっこいいと思う。うん。めっちゃ履くと思います。めっちゃ履きます。ティンバーランド。なんで今更ティンバーランドが欲しくなったかというと、なんか今年の、なんか今年のパリのファッションウィークでめちゃくちゃティンバーランド履いてる人が多くて、わ、なんか久しぶりに履きたいなと思って、中学2年生の時ぐらい履いてたんですよ。ちょうどその時もティンバーランド流行ってて。そう。それでまた、ずっと探してて、もうなんか僕っぽくないと思うんですよ、ティンバーランドって。たまたま友人が、ティンバーランドいらないって言うんで、もらいました。友達からもらいました、このティンバーランド。ほい。今も週4ぐらいで履いてて、このティンバー。そう、めっちゃドハマりしてる。いいっすね。次はアディダスのキャンパス、キャンパス 80s キャンパスかな。そう、これは僕がこの間フリークスストアさんとアディダスのコラボの撮影をしたんですよ。でその時にいただいたものなんですけど、今なんかサンバとかガゼルとかめちゃくちゃ流行ってるじゃないですか。まあ可愛いなと思ってて、しかもこの生地がスウェードだから、超可愛い。なんかね、普段ごつい靴ばっか履くんですけど、僕。ボリュームのある靴。だから、たまにはこういうスニーカーで合わせるのも可愛いなと思って、おすすめです。僕、スーパースターしか持ってなくて、アディダス。そう。ちょうどアディダスの靴欲しかったので、ちょうど撮影で一緒に
影できて嬉しいです。アディダスキャンパスフリークスストア別注です。はい、ちょっとこんな感じで撮ってみたんですけど、結構グダグダになってしまったと思います。今年の夏とか春とか着たいもの、おすすめのものを紹介しました。今日もそうじゃないですか、半袖、昨日も半袖、今日も半袖、もう春どこ行ったって感じで、めちゃくちゃ暑いですね最近。うん、なかなか動画更新できなくてすみません、皆さん待っててくれたと思うんですけど、まあちょっとこういう感じで今回は紹介してきました。はい、ちょっと次回の動画もお楽しみにしててください。はい、以上では良い週末を。バイバイ。